おはようございます。吉織です。今日はお出かけをするので今から準備していきます。もう洗顔はしたのでスキンケアからやっていきます。まずこちらサムバイミーのガラクトミセスピュアビタミン C グロウトナー、こちらを全体に使用していきます。こんな感じで結構ねサラッとしたテクスチャーで肌にもね馴染みやすいです。自然発酵成分のガラクトミセスも配合されていてお肌にハリを与えてくれるそうです。刺激を感じないので敏感肌の私も使いやすくて気に入っています。で化粧水を使用するときはもうトントンとなんかバチバチしないでこうトントンと化粧水の後のこのハリがすごい香りもあってなんか自然でナチュラルな香りがします。私が好きな香りですね。化粧水の後は同じシリーズのガラクトミセスピュアビタミン C グロウセラム。やっぱりスキンケアはシリーズ使いがいいですね。セラムもサラッとしたテクスチャーなんですが肌に馴染むとこのもちっと感がいいんです。でもベタベタ感はないんですよね。このベタベタしてないけどもちもちになる感じが本当に好きです。しっかり浸透してなんだかこう内側から潤ってるようなそんな感じの張りやツヤが出るんですよね。はい、化粧水とセラムをやったのでメイクしていきます。近々メイク動画をアップする予定なので今回はポイントだけ紹介しますね。まずは必ず日焼け止めを塗ります。トゥルーシカアクアカーミング日焼け止め SPF50 プラス PA4 プラスです。 SPF50 プラスでしっかり日焼けを防ぐことができます。これが本当に大事。ベタつかないしっとりしたウォーターテクスチャーなのでスーッと肌に伸ばしやすく保湿力もあります。ほらもうなんかスキンケアしたかのようにもちっとなるんですよね。日焼け止めのきしむ感じとかもなく本当に顔にもね使いやすいです。なんだかジェルクリームを塗ってるような本当にみずみずしくていいんですよね。本当にね使うとね感動します。こんな感じで塗り終わりました。はい、そしたら首とかこの腕とかにもねもう塗っちゃいます。美容に詳しい方とか皆さん口を揃えて日焼け対策はしっかりって言いますよね。それでね私もかなり意識してます。外に出るときはもちろんお家で過ごすときも日焼け止めは塗るようにしてます。年中使うものなので敏感肌の私は肌に優しいものにこだわってるんですけどこのトゥルーシカのアクアカーミング日焼け止めはトゥルーシカ&アクアベースアロエベラ派睡蓮の花食物性鎮静成分で様々な肌への刺激や肌トラブルを整えてくれます。肌に優しいのに日焼け対策としても使えるのも嬉しいです。全体に塗る時もねみずみずしいからスーッと伸びていくんですよ。でこれもね香りがなんかこうナチュラルな自然な香りなのでなんか日焼け止めの独特の匂いって結構あったりするじゃないですか。だけどこれはそのナチュラルな香りがしてすごい好きだしただ全体に塗ってもねこうベタベタ感がないのにしっとりもちっとしてくれるので肌もね綺麗に見せてくれるからこの露出が多い季節とかもすごくありがたいです。最近私朝からすっぴんでウォーキングしに行ったりもするんですけどもう朝とにかく朝起きて洗顔とかしてスキンケアしたら全身に日焼け止めをまず塗ります。でウォーキングしに行ってで帰ってきていろいろ家事とか済ませてメイクしてっていうのが流れですね。今日はもうね出かける予定なのでそのウォーキングとかしに行ってないんですけど本当に毎日お世話になってる日焼け止めです。はい、今リキッドファンデーションを塗ったんですけど最後ベースメイク仕上げはパウダーで仕上げます。でこれね乾燥の季節とかは私あんまり上からねパウダーのせたりしないんですけど、まあ、これからの季節はパウダーのせても乾燥が気になったりしないのでしっかりとこう抑え込むためにパウダーでベースは仕上げます。はい、眉毛も描いてノーズシャドウもやったので次はアイメイクやっていきます。で今日のお洋服まだちょっと決定はしてないんですけどなんとなくイメージしているのでそのお洋服に合わせてピンクメイクやろうかなと思います。アイホール全体にピンクを入れるのは難易度が高いので私はまずブラウン系のアイシャドウを塗って上からピンクをねのせます。目尻の方を少
少し濃いめにのせて目頭の方にぼかしていきます。ピンクなんだけどすごいさりげなくってなんか腫れぼったく見えなくていいんですよね。ナチュラルにピンクメイクができるような感じです。はい、こんな感じでアイシャドウ塗ったらあとはラメをたっぷり塗ります。このアイシャドウにもラメカラーがあるんですよ。ラメがキラキラしてるカラーがあるのでこれを上まぶたにのせます。すんごいねキラッキラ。今日も天気がいいから太陽に当たって目元がこうキラキラするのが可愛いんですよね。そしたら涙袋にもラメをのせます。はい、そしたらちょっとアイシャドウに合わせてピンクブラウンのマスカラもこの目尻に塗っていきます。ピンクブラウン系のマスカラを塗ると一気に垢抜け感が出るんですよね。はい、そしたらリップもねちょっとこうヌーディーなピンクブラウン系を塗っていきます。ちょっとこう上の方オーバー系に塗ろうかな。ぷっくりちょっとこのね山の部分オーバーに塗ってぷっくりさせます。あとはここがさ短く見えた方がいいって言いますよねちょっと大人ヌーディーなメイクに仕上がったかなと思います。はい、そしたら髪の毛を巻いていきます。私はいつもミックス巻きです。顔周りから外巻き内巻き外巻き内巻きって交互にやっていきます。私は本当にね巻き方のバリエーションがないからいつも同じような感じになっちゃうんですよね。本当はね夏までに可愛いヘアアレンジとかちょっとね練習して覚えられたらいいんだけど。はい、こんな感じで巻けたらオイル塗ります。オイルで濡れ髪っぽくする方がなんか抜け感が出て好きなんですよね。前髪にも塗ってこんな感じで髪の毛完成です。じゃん。最近ちょっとパール系のアイテムにハマっていてピアスもネックレスもパールで、ピアスとネックレスに存在感があるから指輪とかこうジャラジャラつけなくてもいいかな。はい、コーディネートはこんな感じでいきたいと思います。どれもね最近買ったものなのでまだね売ってたりすると思います。カジュアルなコーディネートにパールアイテムとかを組み合わせてちょっとこう女性らしさをプラスするっていうコーディネートにハマっております。はい、さっき使用したこちらの日焼け止めなど9点にて購入ができます。また9点では5月27日から6月6日まで値替わりをやっていて、期間中は今回紹介した日焼け止めプラス他のサムバイビー商品との組み合わせ購入でお得になるプラスキャンペーンもやってるみたいです。プレゼント企画などもあって本当にこの期間はとってもお得で購入のチャンスになっています。詳しくは概要欄にサムバイミーの9点サイトを貼っておくのでそちらからぜひチェックしてみてください。年中使えますがこれで夏を乗り越えましょう。皆さん本当に紫外線には気をつけてくださいね。では